ハインリヒゴットリーブルートビヒライコンボック。ハインリヒゴットリーブルートビヒライヘンバッハは、ドイツの博物学者、動物学者、植物学者である。ライプツヒで生まれた。父親は、学校の副校長で、1818 18年に、最初のギリシア語ドイツ語辞典の著者の、ヨハンヤコブフリードリヒライヘンバッハである。1810年から、ライプツヒ大学で医学と博物学を学び、 1815年に自然科学、1817年に医学の博士号を得た。1818 18年に教授資格を得て、ドレスデンの外科大学の准教授となり、1820年に教授となり1862年までその職を続けた。ドレスデンのツビンガー宮殿の博物学コレクションの館長も務め、ドレスデン植物園の設立を主導した。 ライプツヒ自然科学協会の創立者の一人である。ドイツの動植物を研究し、一連の著作を執筆した。ドレスデンの伝統のある科学者協会のナチュリステンシャフトリーチ、ゲゼルシャフト ISIS IS ドレスデンの会長をしばらく務めた。スミレカのビオラレーションボキアナに懸命されている。息子のハインリヒグスタフライヘンバッハは19世紀のドイツでのランの研究で知られる。 植物学者である RCHB は植物の学名で命名者を示す場合にハインリヒ・ゴットリー・プルードビヒライヘンバッハを示すのに使われる。ありがとうございます。